高知県の沿岸域、海が緑褐色に色づいています。このような海面が色づく現象は赤潮と呼ばれており、小さなプランクトンの大増殖によって発生し、時に大きな漁業被害をもたらします。私たちの研究室では、海洋生物資源の環境を保全していくために、赤潮原因プランクトン、あるいは毒を持つ微小な藻類など、さまざまな海洋微生物を対象に研究を行っています。それでは、実際の研究風景を紹介しましょう。こんにちは。こちら、高知大学海洋生物生産学コースの水族環境学研究室では、海水からさまざまな微生物をハンティングして、いろいろな特徴を明らかにしています。今、こちらの学生さんが、海水中の小さな植物プランクトンを、この細長いガラス管で、顕微鏡で観察しながら、釣り上げています。いや、これすっごい難しいんですよね。これ取れたらいいんですけどね。とっても集中しているようなので、次に行ってみましょう。今、こちらに見えている部屋で、微生物を培養しています。これは海水から分離して培養した微生物でして、すごく分解が難しいとされている物質をいとも簡単に分解して、強力な温室効果ガスを出すのではないかと言われている僕が今注目している細菌です。で、今ここで毒を作る微生物を扱っている人がいるので見てみましょう。今私は食中毒の原因となる毒を作る生物の植え継ぎをしていて、この茶色いものがその毒を作る生物の集合体です。ぜひ来てください。